チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真理奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、韓国を黙らせる、WTO をちゃぶ台ごとひっくり返す、についてです。敗訴した WTO の件です。10連休中、平成最後に、安倍首相は、アメリカ、カナダ、EU を味方につけることができましたね。そして、みんなで、WTO ごと、ひっくり返す算段に、出るようですね。マリナは、いえ、ラブリー日本、視聴者の多くが、WTO の裁定を逆手にとって、韓国の大腸菌汚染食品、食材の輸入禁止を進めるべき、と思っているわけです。WTO とか、報復とか、関係なく輸入禁止にすることこそ、国防だという意見も、ごもっともで、もう、同意しかありません。だって、本当に無理ですから、汚いのは、生理的に。G20 では、アメリカ、カナダ、EU 揃って WTO をバシ去り、一刀両断しそうですが、それはそれで、大切そうです。WTO の上級委は、7人の定員から、3人が選ばれて審理を行うはずなのに、アメリカが、2016年以降、任命を拒んでいるため、現在は委員が3人しかいない状態です。このうち2人の任期は、今年12月で切れるとか、もし中国出身の委員が、中国が関係する案件について、審理担当を辞退せざるを得ないケースでは、上級委は審理に必要な人数を欠いてしまいます。それも、今回の件で言えば、皆、輸入禁止側の国の人たち、だそうではないですか。審理担当を辞任しても、いいくらいかもしれません。頭数が揃っていても、どうなのって感じですよね。そんな、委員会、そら、韓国が金をつかませたら、もう終わりですよね。いりませんね。そんな委員会、ちゃんとした、機関、委員会立ち上げ直して、大腸菌とか、菌糸化合物とか、そもそも、放射線量の多い国土ってどうなのとか、そういうこと、ちゃんと理解できる、機関にするべきでしょうね。でも、アメリカ、カナダ、EU が WTO 改革に乗り気なのは、日本と、韓国の関係以外で問題があるからですし。まあ、日本はこの機に乗じて、韓国の言い分を徹底的に潰すしかないでしょうね。韓国を黙らせるのはとても大事です。マリナの願いは、不衛生なものが身の回りからなくなることと、若い人たちに、真実が、届くといいな、です。マリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤真理奈でした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。